スケボーだ。人が多い場所ではあまり目立ちたくないんだ。当たり前だ。移動手段として持ってきたんだからな。本当に1分で書けるのか。アイスは2つ、それから報酬は前払いだ。うまく取れたか。一人一本だ。どう？これくらい？痛くない？ごめん、やっぱり強かった？肩が痛いの？昼は暑くても夜は冷えることもあるからね。昨日別れるとき、僕が注意してあげればよかった。タオルを温めてくるよ。それで肩を温めれば少し痛みが和らぐかも。もちろん構わないけど、やったことがないんだ。力加減がわからないかも。どうしたの？子猫に触られてるみたいでくすぐったいよ。何探してるんだ？この城どう思う？
お褒めに預かり光栄だよ。どうだ、かっこよくてかわいい偉大な領主ロカにぴったりだろ。小さい頃、海辺に来るたびに砂の城を作ってたんだ。だけど大人たちは忙しいから、まともに評価してくれるやつなんていなくてさ。お前に見てもらえてよかったよ。本気でいいと思ってくれてるんだろ。僕のお城作りも見てろ。彼女は大きくて立派な砂の城を作る男しか相手にしないんだぞ。僕ならあんたよりよっぽど大きくて立派な城が作れるね。口だけは一丁前だな。まだ波が荒い。潜るのはもう少ししてからにしよう。準備は大丈夫か？ダイビングにはリスクも伴うから、海に入る前に入念に準備運動するように。基本的なハンドシグナルは覚えているな？その通りだな。準備が良ければそろそろ潜ろうか。どうだった？ああ、僕も楽しかったよ。自分でも驚くほどに。君と一緒にいるときはハプニングばかりだろ？それが今回はあまりに何もなくて驚いてしまった。君と一緒にいることに慣れてしまったのかもしれないな。君が楽しそうでよかった。なら私も出資した甲斐があったよ。実は一昨年この島を訪れた時、この水族館を建てるための資金を集めていたオーナーと出会ってね。彼の考えや理念に惹かれて共同出資に参加させてもらったんだ。たったの2年でここまで形になったことは
驚いたけどね。ああ、やはりあの時の方でしたか。多額の出資をしていただいた後、名前も言わずに消えたあなたをずっと探していたんですよ。その説は本当にありがとうございました。そちらはお連れ様ですか。そうでしたか。この度はご来館いただき誠にありがとうございます。楽しんでいただけましたら幸いです。光栄です。閉館はまだ開業して間もないため生き物たちもあまりいません。よろしければぜひ我々の水族館に新たな命を吹き込んでいってください。君と一緒に絵を描いている間はただの用件だよ。わあ、綺麗な魚がいっぱいだよ。お母さん、私もやってみたい。お二方、本日は誠にありがとうございました。ささやかではありますがお礼です。またいつでも遊びにいらしてください。ありがとうございます。この島に滞在している間また何度か遊びに行きますよ。